魔鋼パイプ。ミッドガルで組み上げた魔鋼を他の町へ輸送するためのものだ。あのパイプの中を流れてるのは星の命だ。金儲けに使っていいもんじゃない。いつかぶっ壊す。そうだ、パイプをひんまって地面に突っ込む。
落ち着いていけ。頑張れ。それ、ケチラ。ケチラ。限界の先だ。せめてもだ。まだまだ戦時だ。
れはモンスター？動物？動物だ。どうしてわかるの？図鑑で覚える。兵士の基本の一つだ。動物は食べるため、または縄張りを守るために襲う。モンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。
おお。あんたら、あばら…心配するな。カームのシンナが本格的にあんたらを探すらしい。ここも安全じゃないかもしれない。湿地帯の方に使われていない船着き場がある。身を隠すにはいいかもしれないぞ。悪いが、ここでかくまうわけにはいかない。身を隠すなら、湿地帯の船着き場がおすすめだ。
補充。皆さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。なに、お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン。今お召し置きを。今日はあいにく車の調子が悪くてね、乗せてやれないよ。今日は大丈夫、ありがとう。この辺りで人気のないところはないか。ん？人気のないところ？ま、若いうちは情熱に流されるものだからな。そうだな、湿地帯にある船着き場なら誰もいないし、静かだし、バッチリだと思うぞ。ければ後でうちの牧場にも寄ってくれ。
軽い。行くよ。
神羅はいねえな。ああ共和国時代の船着き場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。でミスリルマインを抜ければジュノンってわけだ。ああその通りだ。だが船は死んでいる。無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルゾルムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場までだって。どうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。
ではこれは皆さん、ようこそグリーン牧場へ。トラック、治った？お嬢さんたちと会って元気になったのか、なんとか動いてくれたよ。で、今日は？あ、もしかしてチョコボがいるようかな。おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな？さあ。なんと羽毛でぷかぷかと。浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんだ。へえ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を越えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか？もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。いらっしゃい。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ
おじさんたちがもっと高値で借りてくれるっていうなら譲ってもいいよ。いくらだよ。10万以上。ごめんね、私たち旅。の途中でそんなに払えないの。ああ、それならいい情報があるんだ。情報量千ギル。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければ。お姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、分かった。ありがとう。あとこれ重要。情報をタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てってよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。仕事だからね。そうなんだけど、パパとママがいなく、
ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？どこにいるの？6番街のスラムドールマウ。サムに会いたいの？その人クリン、その話はお客さんにはしない。でも今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから。変な噂。うん、分かった。あ、ピカを捕まえたらピカは特に野菜がそれじゃ。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど。あとチョコボの人、そちらもよろしくお願いし、いたぞ。よっしゃ、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。カリー？友達になるんだよね。ああ、
なんだ、どうした？まだお腹減ってるのかも。ごめんね、もう持ってないの。牧場に戻ればたくさんあるよ。牧場へ戻るようだな。追いかけよ。怪我もしてないし大丈夫だね。むしろたくましくなってる。乗れそうか？今は空腹で気が立ってるから無理かな。でもしっかり食べて気持ちが落ち着けば大丈夫だと思う。よしよし、乗れるように準備しておくから、それまで外で待っててよ。お前は？僕です、チャドリーです。あれ、もしかしてお忘れですか？よかった。ミッドガルでは数々のバトルレポートの提出ありがとうございました。おかげさまで。たくさんのマテリアを生成することができました。どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドカルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。かつてジュノン共和国が世界中に建設した通信塔をシンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。各地にある通信塔を起動していくごとに僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。また
シンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう。クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。見つけたら起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、あそこにある通信塔の起動をお願いします。これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。こちらです。通信塔の起動を確認。早速グラスランドエリアの探索を開始し、モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたしました。名付けてワールドレポートです。クラウドさんには世界中を冒険しながら、そうして得られたデータを活用し、新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕、ワールドレポートに。どの依頼についてお話し。世界には厳しい。環境に適応し、独自の進化を遂げたモンスターたちが存在します。各地に生息する特異個体を発見、討伐し、データ収集を。
願いします。冒険の依頼項目について、各地の秘境には星の知識の断片が結晶体に詰め込まれた膨大な知識、その土地で語り継がれているクリスタルを解析し抽出した召喚マテリアを強化でき、冒険の依頼項目について、クラウドさんよくぞ聞いてくれます。実は未知のエネルギー反応、エネルギーを発しているのは過去の、現時点では正体不明、その物質はまだ名前すらないまさかな。クラウドさん、ぜひとも冒険の依頼項目について、この世界にはライフストリームが湧き出ているスポットがいくつも存在します。魔鋼エネルギーに転用するには僕たちにとっては大切、そんなライフスポットを調べることで冒険の依頼項目について、他に質問はありますか？ワールドレポートについて、VR ゴーグルを使うことで場所に縛られず、それがバトルシミュレーター、神羅の訓練用技術を配信、討伐以来で得られたバトルシミュレーターの方もバー、さらに各地のすでにグラスランドでタイタンの召喚獣データは解析、よければ挑戦してみ。ワールドレポートについて、通信塔はジュノン共和国が星の糸のあらゆるエネルギー反応を収集し、希少なモンスターや誰も冒険に必要、発見した際はあ、ワールドレポートについて、冒険の依頼を達成することで取得した様々どのマテリアを開発するか、一緒に新たなワールドレポートについて、じゃあ早速先ほど通信と得られたデータをクラウドさんが決めてください。ではでは、世界を巡る冒険の始まりですね。僕も精一杯サポートします。困った時はいつでも声をかけてください。クラウドさん、グラスランドの大地を召喚マテリアを生成するためにも、ぜひバトルデータの収集にご協力ください。
Yeah!
進むぞ。このガンバラよりにしてる私の出番飛んでけほいやここから行くよやフラフラだね飛んでけっててやえよろけてるほっやっの表情を検知。さすがです。た。
次は何があるか分かりません。くれぐれも気をつけてくださいね。クラウドさん、チョコボの羽の中、装飾品や薬の材、チョコボショップなどで引き取ってもらえるので、見つけたら拾っておくといいですよ。落ち着いていけ。頼られちゃうな。そこだ。はっ、はっ、ほらほらほら、派手に尽くすぜ。この手はった。まだまだ、ほらほらほら、派手に行くぜ。あばよ。連携しよう。俺の見せ場だ。はっ、てめえこの野郎、こっちだな。来たまれ。はあ、こっちだな。うやってやら。チャ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 だ。頼られちゃうな。どうよ。どんなもんよ。そっちか。おっしゃ。だ。下がっていく。覚悟を。隙を刺しなさい。追い打ちだ。終わらせる。どうってことない。
どうってことない。
次もこの調子。
Thank you.
下がっている。素晴らしいデータが取れました。あのクラウドさん、最近ワールドレポートの報告がないようですが、まさか。世界で一番の何でも屋さんは依頼を忘れるわけないですよね。お忙しいかと思いますが、よろしくお願いします。お待たせ。ピコの準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せる。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはーい。じゃあうちの練習場。
ここでレースに出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されている世界中のチョコボ。グリーン牧場も出る。父さんと母さんがいなくなっても近いうちに出る。まあお兄さんたちはレースに出るわ。それじゃあチョコ、いい感じだね。もしかしたら鬼、いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたち、カームなら仕事が、シンラの軍隊もいなくなって、そうだ、ついでにクリンの依頼を。なんだか困ってるみたいなんだけど。クリンずっと元気がなくって。なんでもや。いや急ぎ、旅お金かかるよね。なんでもや、手伝うの楽しいしね。